はい、こんにちは、石松です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、暑いですね。大変暑いです。ちょっと午前中買い物しに行ったんですけどね、もうピリピリ来るんでね、本当にね、なんとか、はい、コート着てね、このフード付きのね、薄いやつ着て、こう帽子かぶってきましたけど、はい。そんなこんなで今回はですね、ですね、リピーターの皆さんにお届けするのはこれです。ね、リピートでない方もこれをお届けします。日本軍の小失敗の研究。これは続ということで、第1冊目はね、ずっと前に動画でご紹介しました、美濃正弘さんと言われる方が書いてみます。光人社というところでね、まあ、有名なところですね、光人社、光の人の社、光人社ということになってます。で、今回これはですね、私ずっと前に買ったんですけど、この美濃さんっていう方はですね、美濃正弘さんね、この方はですね、1942年生まれということで、千葉県生まれということで、日本大学卒業されまして、造船会社でですね、機関の開発に従事してみましたけど、その後日本大学生産工学部教養基礎科学教室勤務ということで、ここのですね、日大の専任講師から助教授、准教授を経て、今では非常勤講師かな、空気力学か、はい、そんなことになっております。この軍事関係の書籍が多い方で、いろんな資料をね、縦横無尽に使われて書いてみます。数字とか数値をですね、元にして書かれることが多いです、小泉さんっていうのはね。でこれを読んでみますとね、やっぱ日本軍 の、大失敗いろいろあるんですけど、小失敗ってのがあるんですよ。大失敗というのは例えば中国大陸で戦争やってるのに、なんで米英を相手にしたかとか、そういうこととか大失敗なんですけど、小失敗ってちっちゃい失敗がいっぱいあるんですよね、日本軍は。どの軍隊でもありますけど、一番失敗が少ないのは連合軍かな。連合軍でもあるし、アメリカですよね。アメリカは失敗してもすぐ立て直して切り替えてくるので、ソ連なんかも結構すぐ立て直しますよね。で、そういうことが書いてあります。細かいこといっぱい書いてありますよ。例えばですね、捕虜になることについて是非とかね、捕虜になってはいけないっていうことは人間、この日本軍はそうなんで、歩兵の悲哀とかね、これ後から言いますけど、兵士の死亡原因と防弾チョッキ、防弾チョッキは加えてないんですよね、日本では。これから気づかなかった連絡将校の存在、それからですね、言葉の遊びに頼り、それに酔いしれる軍隊、上の方ですよね。要するに上の方の将校ですよ、高級将校みたいなね、参謀なんて言われる連中ですよね。いい参謀もいましたけど、ごく一部分にね、しょうもないのが多かったということで、それからいろいろ書いてありまして、自衛隊についても書いてあります。これちょっと第7章ね、自衛隊についてということで、予備に関心の薄い自衛隊、海上自衛隊をめぐる2つの危惧、空中給油機の必要性、情報公開と存在の意義の主張というようなことを書いてありまして、これ自身がね、ちょっとやや本がちょっと古いのでですね、今の自衛隊とちょっとずれてるかもわからないんですけど、私はこれ2000年ぐらいで買ったんですけど、なんていうのかな、ちょっとね、やっぱ切り口が違うんで、他の方とこの方は。私結構4冊ぐらい買ってますけど、この方の本は読んでます。ほんでですね、ここの一番初めの前書きにですね、書いてあることで、ちょっと私この棒線引っ張ってる部分があるんですけど、ここにですね、ちょっと読んでみましょうかね。同時にこの種の分析評価を続けると、政治家官僚の一部は戦前の暗い時代にと同様にですね、これは暗い時代と同様に
自己の属する組織の勢力拡大のみに奔走している事実も浮かび上がってくる。彼らにとっては国民の幸福よりも先に組織及び自身の権威確保の方が重要なのであると、ね、うん、これはですね、戦争のもとなく米英、中国大陸米英というとんでもない強敵をね、中国大陸だけでも中国軍だけでも大変なのに、ね、まあ八路軍、共産党軍とあと蒋介石の、ね、中国軍、だってそんなとこ行くこと自体おかしいんですけど、もともとそれが原因でね、引いてはアメリカとも対立することになっちゃったし、うん、米英とね、うん、でまあそんな時にまたこの何て言うかな、あっち、ベトナムの方へ行ってみたりとか、ね、うん、まあこういうことをやるということ自体がなんかな、非常にもう軍を私物化している部分があるんですけど、意外とね、自分の部隊、陸軍さえ良ければいいと、日本国 自体が崩壊してしまえばね、海軍も陸軍もないわけですよ。ところがまあいつまでたっても陸軍と海軍が対立したままずっと行くとか、そういうことですよね。例えば今の官僚でと財務省さえね栄えればいいと、日本の国がこうなろうとも関係ないと、そんなものはね、アメリカとうまくやって財務省さえ、我が省さえ良ければそれでいいと、省で囲っちゃうんで、官僚を、ね、厚生労働省、政労働省だけで囲っちゃって、各省の利害対立ということで、ね、自分だけの省が良ければ国民関係ないという、そういうことがですね、あるということは、すでにこの本に書いてありますよ、これ、ね。国民の幸福より先に組織及び自身の権益、利益ですよね、確保の方が重要なのであるという。まあ、あとは知らんよと、国がどうなろうと、国民が苦しもうとという。まあ当時の軍部と同じような感じですよね、これ発想が、まあ日本的というか組織というのはそういうものなのか、まあ、トランスサーフィンでいうと組織、まあ、その振り子というのがぐんぐんエネルギーを吸い上げちゃうんで、その中の人員がね、どんな苦労をしようか関係ないという、まあ、そのトランスサーフィン理論でもこれちゃんと裏付けられてるような感じの主張なんですけど、ここでですね抱えていること、最初にお断りしておきたいのが、本校の出身、まあ、ここに苦労して日本軍のね英霊の方もおるし、まあ、変えてみた方もおるので、まあ、犠牲者ですよ、これ一般の下士官兵というのは最優秀なんですけど、下士官兵最優秀、まあアメリカのね報告書に書いてあったそうです、兵下士官最優秀、将校グドンと、将校はまあ愚かで鈍い、うん、上の方はもっと鈍いですよね、兵下士官最優秀なんで、優秀なんですけど、最初にお断りしておきたいことがですね、ここに書いてありますが、本校の趣旨は個々の下級兵士、要するに下士官と兵ですよね、常に軍首脳部の犠牲者であったこと、2、傭兵側が戦力の強化といった事柄についてあまりにも無能であったことの2点であると、筆者の筆法、まさに筆はもっぱら当時の陸軍上層部に向けられているということが書いてあります。うん、で当時の陸軍というのはですね、歩兵師団170個、戦車師団4個、歩車砲師団4個、なんと配備人員から見ていくとですね 97% が歩兵ということで、陸軍ですよこれは。だからなんで歩兵かというとですね、訓練が容易、しかも特殊な技術を要しない、装備に費用がかからないという、全くもってもうお金かけないという、何たるものかという感じのことなんですけど、まあ、そんなとこでよく頑張りましたよね、我々のご先祖さんというか、まあ、自分の父親も軍隊に入ってたんです、自分の大泉もね軍隊に入ってたんですけど、うん、父親なんか入るなってね、こと入れって言われてたのに、自分から志願までしていったという、そういう、まあ、幸い叔父も父親も生きて帰ってきたんでいいんですけど、日本陸軍には強力な戦車装甲車を備えての機甲戦術、機動戦法ですよね、あるいは自家用貨車トラックを大量に使用した機動戦術を採用しようとした努力も、また本格的に研究したような跡も一切ないという、
この点アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、ソビエトの陸軍と比較して疑う余地もなく全近代的な軍隊であったと、ね、戦車は無理としてもトラック、装輪装甲車程度は大量に備えたら良さそうなものを実戦部隊も上層部もそのようなことに一切関心を持たなかったという。でともかく日本陸軍は顔面な吸収性、要するに吸収性というのはちょっとこういうことなんですけど、吸収性ね、ちょっと難しい字なんですよ。吸収性、昔の日露戦争の考えでずっと言ってしまったという、まあもちろん変える気持ちもなかったんですよ、お金がないしね。でもね、歩兵歩兵ということで、うん、で歩兵をですね持ち歩いた重量っていうのがありまして、要するにトラックないんですよ、ほんの少ししか。だからもうアメリカのジープとかトラックなんか嘘みたいな話で、まあドイツなんかも随分兵員組織ありますよね。で全く信じられない話なんですけど、昭和10年頃の日本の平均男性の体格、身長160センチ、体重55キロといったところであると。それにですね、どれだけの荷物を背負っていったかというとですね、携行品のリストがあるんですけど、38年歩兵種、歩兵銃 3.9 キロ、銃弾120発、銃剣1丁、手榴弾2発、敵弾頭、まあ、ポンと出すやつですね、敵弾というのをね、うん、砲弾5発、合わせて10キロ、鉄棒、鉄かぶと、革製の剣の鞘、それから銃弾入れ2個、兵器の手入れ用具1式、小型シャベル、ガスマスク、合わせて10キロ、食料米7日分6キロ、乾パン缶詰、味噌醤油、合わせて8キロ、衣類の予備、地下足袋、水筒、ハンゴ、携帯テント、洗面具、筆記用具、これを入れると雑能ですね、合わせて8キロ、ね、これを雑能というのに入れておいたのリュックサックね、これだけで40キロなんですよ。夏ならこう出て済むんですけど、冬になるとですね、毛布2枚、汗のコート、蛍光燃料なども持ってくるので、ね、燃料というものを持ってくるんですよね。加えて二等兵は予備の銃弾60発、敵弾頭の予備の砲弾5発、1発は約 800g、5発だから4キロを持たされるという。当時はですね、ナイロン、テトロンなんていう材質のものがないので、全部布なんで、むちゃくちゃ重たいんですよ。ね、でですね、歩兵はですね、これを肩、ね、40キログラムプラスアルファを肩で、あるいは手に持って、どれくらいの速さで歩くことを求められたかというとですね、歩幅75センチ、1分間に114歩、したがって1分間に86メートル、1時間で 5.1 キロというのを行軍しようと。よくね、中国戦線で、歩けなくて歩兵が脱落したという、脱落すると捨てて置かれちゃうんですよ。ほんでまあ泣きながらね仲間を呼んだっていうことが頭に私見たことあるんですけど、これのことですよね。要するにもう自分で担いで歩かなくちゃしょうがないんですよ、40キロの荷物を中国大陸延々とね。だから1時間5キロだから、これ8時間歩いて40キロぐらい、30キロぐらいの歩くんですよね。まあもちろん休憩はありますけど、絡みでねこんな5キロで歩いたってかなり偉いのに40キロ担ぐんですよ、うん、で機関銃中隊とかこの89式銃敵弾頭とかこういうの部隊はもっと重たいんですよね。まあもちろん銃を持ってないとしても、まあ相当な荷物を運んでいかなきゃならないわけですよ。例えば機関銃92式銃機関銃 55.3 キロ、これを2つに分解して銃体、銃の本体28キロと三脚銃火ですよね、これを27キロさえで担ぐ、2人で信じられないような重さなんですけど、これでもこれでいくと、例えば連隊砲を、まあ、分解するやつなんか銃身なんかすごい重たいですから、あれも担いでるような写真見たことありますけど、ソビエトなんかですね、こうやって車輪ついてるんですよ、機関銃に。だからこう引いてく車輪がだいぶ楽なんですよね。からアメリカはこういうものが来れば、米軍の M247 ミュール運搬車というこんなもので運んでいくとね、いうことで、しかもですね、じゃあお金なかったらね、
あの手押し車とかね、リアカーとか大量に装備したらいいのに一切そうないんですよ。アメリカ軍はあるんですよ、それリアカーとかリアカーベイトものが。もうなんでアメリカ軍、物資の豊かな大金持ちのアメリカ軍がそれがあって、なぜ日本軍にそういうリアカーとかね手押し車がないのかって。それさえあったらかなり軽くいろんなものが、多分銃的弾頭とか、もちろんあの三砲、あの三砲ってね、あの分解できる砲はどうだったかな、三砲か、こう分解できるね、こういうあのこういう砲、大砲みたいなのも運べるし、それはないんですよね。だからそういうののおかしさがここに書いてあるんですよ、うん。で、あの皆さんもね、まあ、これの他にいろいろあるんですけど、この本はですね非常に分析的に書いてあるんですよ。大変納得できることが多いです、あのこの内容については。ただなんかまあ多少の古さはあるんですけど、あのでもねやっぱりね、あの本当悲しくなりますよね。みんな頑張ったのにね、もう一部の上級将校と参謀からあの軍の上の方の連中、何にも考えない、まあ、頑張れ頑張れと。でノモンハンについてもこの本書いてありまして、ノモンハンで初めのうち優勢だった航空戦力、もうとにかくソビエトが次から次新しい戦闘機出してきて、しかも大量投入するんですよ、600機とか1000何百機かな、大量投入するんですよ。しかも大砲の数も多い、戦車も桁外れに多いと、数もね、うん。でそういうのをまず初めに甘く見るんですよ、敵は大したことないとね。でいやこれ多いですよって言ったら、卑怯者ってなって、弱虫ってなるんですよ。日本軍ではお前は怯えてるのかという、ね、一人の猛烈な軍あの歩兵がいれば向こう10人ぐらいのどうもないみたいなこと、じゃあお前やってみろって言いたくなるんやけど、そういうことを平気で言うんですよ。ちょっとでもね弱気見せたらすぐ卑怯者って。それは違う、今で言うと皆さんそんなバカなこと誰も考えてないと思うけど、それはあの卑怯とは違って、例えば向こうがねこっちの5倍ぐらいあったら、だってそれはなんとかしようよと思うでしょう。それ例えばあの作戦練ったりとか、もっと装備ねあの増やしたりとか、航空戦力を例えば2倍、向こうの2倍ぐらい持ってこうとかね、あるいはこういろいろ考えるじゃないですか、いろいろと。そういうこと言うことさえがもう卑怯ということになるんですよ。まあ訳のわからんようなそんな理屈なんですけども、当時のですねなんかあのものを読むと、例えばあの一回例えばねその戦闘して突撃して、まあ陸軍の歩兵装填というのに突撃で終わるとかさ、突撃でみんな決めるみたいなこと書いてあってね、ほんでどんなにね不利でも公兵とかそういうのいなくても、状況に応じては歩兵は動きみたいな、バカみたいな、その補給なくても頑張れみたいなこと書いてあって、確かにそういうシーンもあると思う。アメリカ軍だって補給ないとこでは頑張ったっていうことがあのガダルカナルであるので、そういうシーンがあるとこはいいんだけど、まあ基本的にアメリカ軍の場合は補給をしっかりと整えてね、あの初めから途中補給できないようなことは、その作戦自体はもう豪災にならないって、アホらしいからそんなことは、うん。だから日本の場合はそこで文句言うと卑怯者と弱虫ってなっちゃうんでね、うん、あれなんですけど、まあそういうこともここの本に書いてあります。あのまあ皆さんね興味のある方は言うてください。はい、じゃあまた皆さん次回お会いしましょう。